はい、無事に受付も済みました。ですね、こちら今日泊まるのが滝の上町っていうのかな、そこの、公園のキャンプ場なんですけど、渓谷公園のキャンプ場に泊まる予定です。すごくね、整備されてて綺麗なキャンプ場です。で、キャンプサイトはですね、こちらのこの区画、そこの炊事場の向こうとこっちだけみたいなんですけど、無料で使えてすごく、なかなか環境のいいとこだなと思います。で、ゴミがね、すごい親切だなと思ったのが、30円でこのゴミ袋を売ってて、このゴミ袋を買って、持ち帰るならいいんですけど、買ってゴミを捨てる場合はゴミを入れて帰るときに、さっきの受付のところ脇、そこに置いていけばいいよってことだったんで、すごいいいなと思いました。いや、じゃあ早速設営の方を始めたいと思います。はい、設営も完了しました。今日はこんな感じです。もう今日ダート走ったからパニアがドロドロ、もうテントの中に入れたくないんでここにしました。で、サイトの裏側はこういうアスレチックとかがあるので、開口部は後ろに向けました。こんな感じです。こっち向きだと全然なんか気にならないというか、いい感じです。これから買い出しとお風呂に入りに町の方に行ってみたいと思います。さっぱりしました。お風呂の2階が食堂になっているんで、もう今日はここで食べようと思ってます。ただ、夜は5時半から営業ということで、まだちょっと時間があるので外で涼みながらお店が開くのを待ちます。ありがとうございます。ノンアルっていうの、ノンアルです。タンデムです。はい、タンデムでお風呂に来たのでこういうことも来てます。ごめんね。気分だけはビールでございます。キャンプ場のすぐ下の橋のとこ来たんだけど、昨日夜上流ですごい雨降ってたから、だいぶ川が濁ってるね。もうちょっと、上に行ってみます。どっかの特定の枝沢っていうかね、支流だけ濁ってて、その濁りが入ってるって可能性もあるので、少し上に行ってみたいと思います。はい、もう一つ上の橋に来てみました。どこも同じような感じだね。川自体がやっぱり濁ってんのかな。濁りはいいけど水量が結構あるよね。ちょっと流れが速いな。
もうちょっと流れの緩いとこないかな。フロー、いや当たりみたいなあった。いやー、なんもないですね。ちょっと今日はまだ流れが強いし、うん、ってるしだよね。うん、ちょっともうちょっと流れの緩いところフライ向きなとこ探そうかなと。この間にあんまりない。ああ、また出た。なんかいるんだね。何がいるのかよくわかんないんですよね、ここ。ああ、超つっついてる。はい北海道一匹目、なんかこいつか、ヤマメの稚魚かな。こんなのがかかってきました。あの元気いい、すごいフライにアタックしてくるやつの正体はこいつでした。いや、今の稚魚の親を釣りたいです。まあなんか、なんか竿をこういう風に持ってこういうなんか林道走ってると、子供の頃釣り行くのにチャリンコに釣り竿をつけて釣り行ってたのをすごい思い出します。なんか同じ気分になってる。いや、なんかいいね。なんかここが今北海道にいるって感じ全然しないですね。なんかすぐ自宅の近所で遊んでるような感覚に今なってます。釣りから帰ってきました。ちょうど僕が帰ってきたら、すぐ同じぐらいの時に藤田さんが林道から帰ってきたんですけど、まあ今日そうですね、まあ、釣果自体は、まあ、実際散々だったんですけど、まあ、知らない土地で、知らない土地の知らない川でなんていうのかな、こうポイント探しながらあちこち走れたの、まあ、そのこと自体がすごく楽しかったんで、まあ、良かったかなと思います。いやでも今日は暑かったし、一日歩いてすごい汗もいっぱいかいて疲れたんで、これから近くのホテルにお風呂入りに行きたいと思います。撮ってんですか。はい、乾杯を。乾杯。はい、乾杯。お疲れ様。今日は生ホッケが釣れました。あー、うまい。今日はよく歩ったんでめちゃくちゃビールうまいっす。生ホッケが買えたんで、今日は生ホッケで鍋です。いや、今日はじゃない、今日も鍋です。今日は、こちらの素を使って寄せ鍋にしたいと思います。で、材料は、こんな感じです。で、この生ホッケがね売ってたんですよ。で、関東じゃ絶対売ってないから、これをタラじゃなくてこれを入れようって話になって、で、これとシーフードミックス、ネギ、豆腐、まあそんな感じで鍋にしたいと思います。なんじゃこりゃ。うまか。めっちゃうまいっすよね。うん、今までで一番おいしい。今までで一番。海だ。マジ今までで一番うまいっす、今日の鍋。いや、超曇っちゃったね。あったまる、やっぱ、秋の北海道は鍋です。なんか日に日になんか夜寒くなってないですか。うん、秋が深まっております。こうやってあれですか、こう場所が変わってるからでもなくて、やっぱり季節が進んでるんですかね。まあ和琴よりは全然北だけどね、首都圏分北だけど、
日差しは暑いんだよ。そう、日差しすごい暑かったけど、でバイクにまたがって走り出すとやべえ、は長袖着なきゃってそういう感じ。はい、林道をずっと来まして、今半分ぐらい多分来たとこなんですけど、見てこの景色すごいよ。本当にね、動画で伝わるかはちょっと分かんないんですけど、本当雄大な景色です。でダートもすごい、もうすごいいい道。じゃ引き続き、この先行ってみたいと思います。見つけた、来ちゃいました、そこだから。